皆さんおはようございます。2021年5月の11日火曜日、朝のご挨拶 B です。ごきげんよう、おはようございます。こうやってですね、まあ、やっぱりこうファイティングポーズをずっと撮ってると胃が痛くなったり、あるいはこう体がですね、熱くなったりいろいろします。まあ生き物ですからね、それはしょうがないって、そういったものをこうどう抑えて自分をコントロールできるかということはとても大事ですね。そのためにもこうリズムっていうのが大事で、あの前も申し上げましたけど、人間にはそのサーカディアンリズム、体内時計がある。その体内時計をうまく利用して同じ時間に同じことをできるだけやると。そうすると、いろんな作業も楽になる。体が覚えてるんで、その覚えてる体に仕事をさせる。これ結構な、あれですね。中学校の時に、必ずトイレで記憶を、力テストをやるようにしてました。ちょっとトイレに入ると、記憶が、高くなる。で、学校まで歩いていくわけですけど、中学も高校も小学校も、そうだな、中学は途中、変わったんで、父のですね、ものすごい、なんていうか、おじさん自転車で、7キロぐらい、高くてから城南中学校まで、引っ越すまでの間ですね、通いましたね。いやー、その、自転車が恥ずかしくて、もう本当にこのおじさんの自転車で、で、買ってもらった、やっとこさ、ナショナルって書いてあったですね、自転車。家に来た時嬉しかったですね。でも、あんまりにも金ピカで、あれ、1ヶ月で盗まれちゃったんですよね。今でも絵に描けるぐらい覚えてます。まあ、それは置いといて、今日は、この後、野党合同ヒアリング、和田さんはじめ皆さん、ありがとうございます。さっきもお話ししましたけど、末松さんたちも本当よく頑張ってくれて、椎名さんもですね、今日みんな来ると思います。その後、それぞれの委員会があって、本会議ですから、入管法の問題も、もうとんでもない状況で、なんでこういうことしますかね。なんか本当にこの、心がないですよね。心がない。ほんで、昨日枝野代表が大阪について、大阪の府民、市民の皆さん、やっぱり、たくさん来ますから、もう助けてくれと、医療につなげられないで、亡くなってる方が、どれだけいらっしゃるか。もう一回テレビもやめられてですね、リーダーの皆さんも。専念されたらどうですか。判断をずっと間違っておられるのは、やっぱり、ご自身の非常にこう、私、九州の方から来て思うのは、都会の行政って巨大ですよね。で、巨大だけど、私は佐賀の市役所とか、佐賀の県庁とかにも友人たくさんいて、彼らは本当に生き生きと働いてますもんね。それはやっぱりリーダーが最後は責任を取ってくれる。で、かつてはですね、私が自民党の県会議員の時は、マッチポンプをする人がいましたよ。役所にいてね、役所じゃない、議会にいて、県議会にいて、で、みんなのミスを待ってるわけですね。で、待つと、閉めたということで、要は取り上げるぞと。で、そうじゃなきゃこれをやれと。まあ、本当にその、なんていうかな、日本統一という、作品を友達に勧められて、いましたけど、あそこに出てくるような、もう絵に描いたような、その、利権政治家いて、で、
情報が開示されてないところはですね、あるいはトップがそこにこう少しでも関わってるところは本当職員も地獄ですもんね。地獄です。今日合同ヒアリングをやるあの赤木さんももう本当にどんだけの地獄におられたか。そして今なおですね、隠し続けようとするこの犯罪をですね、に加担している人が役所にもいるってことでしょ。でもその人たちもこの間その赤木さんの上司の池田さんがTBS だったですね、この TBS どこかな、すぐそこだと思います。これですね、 TBS の報道特集でしたか、問いかけにもう声を絞り出すようにしておっしゃってましたけど、何を守ろうとしてるかっていうことがもう見え見えですよね。池田さんがあそこまで言ってくれた。そして今日ですね、どういう答えをするか、おそらく昨日山野井さんのに答弁したあの線も出ないんでしょうね。でもたくさんの人たちがこのことについてもう知ってますから。そして近畿財務局にいたその皆さんがですね、同僚のこの死に自分たちはこんなことで終わりたくないと、もう退職をしたけども、あるいは今ここにいるけど、こんな国民から預かった財産をしっかりと一円一銭無駄にしないようにやってきた。そしてその中の一人がこうやって命を絶った。無念を晴らしてください、正義を回復してくださいって涙ながらに言われました。その国会 G メンですね。で、それはもう絶対にどんなに困難があろうと必ず成し遂げますから、国会議員でいる限りっていうか、もう必ず真相究明をですねしていきたい。これ3つのルートが最低でもありますよね。1つはこの財務省ルート、それから国交省ルート、それから大阪府ルート、文科ルートですね。そこがまだほとんど解明されてないんですよ。でもね、天網恢恢、祖にして漏らさずという言葉があります。人間はやっぱり本質は善なんですよ。悪いことすればそれは自分たちを溶かすんですよ。よく罵声を浴びせてくる、お金もらった人たちのあれを追跡してくれた人がいて、もうそれ正体バレてますからね。本当にもうこうやってわかるんだなっていうのをですね、やっぱり情報通信の世界ってモロ刃の刃ですね。人を傷つけるってるつもりで鍵に隠れて、そうじゃないんだと、これ私じゃないですよ、他の友人がですね、ひどい目に遭ってて やってくれた人がいて、プロバイダー責任法っていうんですかね、法的に追っかけることができるんですね。本当に。で、今日その野党合同ヒアリングやって本会議、特にこの入管法のところもですね、皆さんぜひ応援をしてください。これ皆さんの応援がですね、力ですね。で、そうやってると与党の方々でももういろんなところで分裂を起こしてこられています。分裂を、そらこれだけ膨れ上がってですね、元の民主党からも人入れたら比例に回る人が出てきますよね。でも次は前回みたいな比例の票が取れるとも限りませんからね。そうすると変わっていくんですよ。変わっていく、変えなきゃいけないと思います。いやー、これ蜂がね、このまんま丸々の蜂さん、僕は食べないでね、一生懸命花粉を集めてるんですかね、蜜を吸ってるんでしょうか。
ペレニアルブルー。ほんと、八重桜みたいですね。これね、あんまり咲いてないんですよ。これ、四季咲き、一回だけ咲くやつじゃないですかね。私、ここをずっと何年かお邪魔してますけど、この花、そんなに長く見たことないですもんね。これモリエール。これも発音ができないから、ロザリーダっていうのは一緒に言わない。いや、ほんと珍しいですよね。これ、ツルバラですよ。うちにあるドンファン。ドンファンもこんな風にしたら、真紅のバラだから。うん。オスがあれ、プロポーズしてるんですよね。見境なくやってますね、あなた。あ、すごい。強い鳩ですね。鼻こぶがあって、こうやって胸が反ってる鳩って強いんですよね。これ。この人。これはジャスミーナ。これもツルバラですね。いや、昨日も嬉しいメッセージをいただきました。このね、朝の挨拶の花がいいって言ってる内容、結構辛いこともあるけど、本当ですね、春のバラって綺麗ですね。これちょっと一周回ってみましょうか。だってこんだけ咲いてるっていうのはめったにないですからね。この間までハゲッパだったですから。ノバーリス、ノバーリスはまだ咲いてないですね。ノバーリスは、あ、これだ、これノバーリス。これはフラウホレ、東京です。東京が仕事場で、本当はね、もう佐賀で釣りとかしてたら、朝早く仕事が始まる前に釣りに行った、あるいは唯一のこのゴールデンウィークの息抜きでしたね。息抜きって大事ですよ。クマンチョエビ、テナガエビを12匹釣って、今まで坊主でしたからね、何回言っても自分で食べる。狩猟っていうのはとっても私たちにとっても大事で、心理学で実験があるけど、犬をですね、1ヶ月間ネズミのくるくる回るあれで餌が出るってやったら、逆に辛くなっちゃうんですね。犬さんもですね、ノイローゼになる。で、それで死んじゃうんですね。だから自然から離れたことっていうのは、やっぱりよくよく考えた方がいいですね。いや、東京はね、アスファルトだらけって思うでしょ。意外と意外、緑が多いところなんですよ。こうやってね、まあ、お金があるところだから、こんな、できるんでしょうけどね。昨日も、機能的財政論で、皆さん、シェアいただいてありがとうございます。だいぶ広がってきましたね。だいぶ広がってきました。これ講師を次またあれしなきゃいけないけど、なかなかこのコロナで日程が合わなくて、女性っていう風にするとずーっとなんかハードルが上がるんですね。上がってしまう。女性のリベラルな講師をっていうことで3人続けてやるぞって宣言したんですけど、もうやっぱりこのコロナでよほどあれですね、難しい。これ春風、ちょっと花とこれが違う。京成バラ園芸春風、でも全然違うよね。色が違うんですけど、色も、これでしょ。
これですもんね。これ春風じゃないでしょ。レモンチェロ。リモン。レモンってことですね。おじさんがいる。おじさんのツーとかわいそうだから。リモンチェロ。これはチェリーポニカ。いかん。こうやって花に見とれてるとまた遅れる。アンドレ・グランディア。アンドレ・グランディア。これも覚えてる。チェリーポニカはもちろん覚えてる。あの辺は全部ノックアウトだから、それも覚えてる。この辺が覚えきれん。これブラッシングノックアウト。これは覚えてる。これはダヴィンチ。これも覚えてる。セリポニカ。あの字ね。あの字、本当に積極財政ね。皆さんよろしくお願いします。昨日も、参議院の委員会が終わって、参議院では新しく2人迎え入れて、その関係のディスタンスを取りながらの会があったんですね。で、石垣さんが来てくれて、なんか私のポスターなんか石垣さんのだけ盗まれてるって聞いたんですけど、本当ですかね。あの字のは全然盗まれないってそれだけ感じがいいんでしょうね。石垣さんにあの字の、積極財政に導いてもらわなきゃいけませんね。じゃあ、こうやってバラの品評会やってる時間はありません。ねえ、バラね、これすごくいい香りですよ。おお。君、意地悪はダメですよ。あんた、僕ついてきてますね。これダブルノックアウト。じゃあ最後何色がいいですか。皆さん赤っておっしゃるんですよね。ありがとうございます。お、AAO もありがとうございます。餌が欲しいんですよ。でも持ってない。ほらね、君やめてよ、そういうふうに意地悪すんの。こうやってね、この子が、この子です。これボスですよ。おい。君、ジャイアンって名前をつけましょう。では、ダブルノックアウトで、病気をノックアウトしてください。では、ジャイアン君とダブルノックアウト。強そうですね。これ強いですよ。目がね、生きてるもん、これ。ジャイアン君。では、ごきげんよう。